平野紫耀、黒のレザージャケット姿でファンの心をわしづかみ、日本のエンターテインメントシーンにおいて、若手俳優の平野紫耀が最近新たなファッションステートメントを発信しています。彼の最新のインスタグラム投稿では、黒のレザージャケットを身にまとい、そのスタイルと個性を鮮明に表現しています。これは、彼がファッションの世界でも大きな注目を集めていることを証明しています。 彼の最新の投稿では、黒のレザーシャツに半袖 T シャツを組み合わせ、開会式での写真を披露しています。さらに、その下にはタートルネックのセーターを着用し、男性的でありながらも柔らかな魅力を放っています。彼のファッションセンスは、彼の個性的で多様なファン層に訴えかけるものであり、彼の存在感を強調する一環となっています。この黒のレザージャケットは、サンローランのデニム風ボタンダウンジャケットであり、 そのデザインは洗練されたカジュアルさを醸し出しています。カバーポケットとフェイスポケットが施され、ウエストは調節可能な仕様となっており、そのディテールにより着用者に独自の個性を与えています。ラムスキンレザー製でイタリア製の高品質な素材を使用しており、そのクオリティとスタイルは4000ドルという価格を正当化しています。ファッションブランド YSL のポップアップストアでの投稿には、ファンから多くの賞賛が寄せられています。 彼のファッションセンスや個性的な魅力が日本からパリへと広がりを見せています。彼のファッションステートメントは単なる衣装選び以上の意味を持ち、彼のファンにとっては彼の個性や魅力を感じ取る貴重な機会となっています。平野仕様の黒のレザージャケット姿は彼のファンだけでなく、ファッション愛好家やエンターテイメント業界全体に新たなインスピレーションを与えています。彼のスタイルと個性は 彼がエンターテイメントの世界でどれだけの存在感を持っているかを示すものであり、彼の今後の活躍にますます期待が高まります。彼のファッションスタイルは単なる衣装選び以上のものであり、彼の個性や魅力を表現する手段として機能しています。彼のファンやファッション愛好家だけでなく、エンターテイメント業界全体に新たなるインスピレーションを提供しています。彼のファッションステートメントは単なる洋服の選択に止まらず、 彼の内面や表現力をリフレクトしています。黒のレザージャケットというシンプルなアイテムを通じて、彼は自身の個性を際立たせ、ファンとのつながりを深めています。このようなファッションスタイルは、彼がエンターテイメント業界でどれほどの存在感を持っているかを示す一方で、彼のファンたちにとっても特別な瞬間となっています。 彼の個性的な魅力が衣装からも滲み出ており、それが彼のファンたちにとっては感動的な体験となっているのです。今後も彼のファッションスタイルや表現力に注目が集まることは間違いありません。彼の個性的な魅力がファンやファッション業界に新たなる感動とインスピレーションを提供し続けるでしょう。平野仕様は黒のレザージャケットを身にまとい、そのファッションセンスと個性的な魅力でファンを魅了しています。彼のスタイルは 単なる服装選び以上の意味を持ち、彼のファンにとっては彼の個性や魅力を感じる貴重な機会となっています。この黒のレザージャケットは彼の個性を際立たせるだけでなく、高品質な素材とデザインによって彼のスタイルを強調しています。彼のファッションステートメントは、エンターテイメント業界だけでなく、ファッション愛好家や一般の人々にも多大な影響を与えています。彼の最新の投稿は、 YSL のポップアップストアでのものであり、日本からパリへと彼の個性が広がっています。ファンからは多くの賞賛が寄せられており、彼のファッションセンスや個性的な魅力が大きな話題となっています。彼のファッションステートメントは、単なる外見の美しさ以上の意味を持ち、彼の個性や魅力を感じ取る貴重な機会となっています。今後も彼の活躍に期待が高まりますし、彼のファッションスタイルがますます注目を集めることでしょう。